派はやっぱり YSP。 さあ今回は第3回となりましたノスタルジックツーリングですね。ノスタルジックツーリングファンのわずかな皆様、本当にお待たせいたしました。今回はですね、片倉ダム千葉県ですねに行ってみたいと思っています。そして乗っていこうと思えばこれですね、新型の R25、 そして NMAX の155、この2台になります。今回はどんな哀愁が皆さんを待ち受けているのか、それではですね、早速行ってみたいと思います。さあ、いよいよですね、ノスタルスポットに到着しましたね。まあ、ここまでの道のりはですね、思ったよりやっぱ近いんですけどね、千葉ってね。実際ここからボートに乗ってですね、例えば立ち木とか、鉄橋ですね、そういったものが待ってるはずです。ワクワクしますね。じゃあ行ってみましょうか。声かけないんですよ、ついていけないんだね。おお、怖っ。すごっ。さあ、そんなわけでですね、船に乗り込みました。これね、ちょっと初なんですけど、めっちゃ楽しい感じですよ。こういうモーターがついてて、これで走るみたいですね。で、ハンドルが船だから逆になるはずなんですよね。ただまあ、フォークリフトに乗れる私からすればですね、きっとうまくいくはずです。ちょっともやいを解き放ってこれでいいのかな。で、こっちにやればそっち行くから多分よし。お、いけない、ちょっと待てよ、落ち着けまだモーター回してないのにあっち行っちゃったよしよしだからこうして、あんま近くで回すとぶつかりそうだからな。
どっちに回しゃいいんだこれ。フォワードリバース、フォワードでいいっすよね普通に考えたらね。あ、わかったわかった、これあれだ、もういきなり勢いよく行けばいいんだ。でこっちに回すと、あ、オッケーオッケー、ほらもう、ね、もうこれもんですよ、これもんですよよし行け。さあ今私が先導となり皆さんをですね不思議な世界へとご案内しますからね。ここちなみにダム湖なんで、わかりますか、ダム湖は川ほど流れがないというか平和だそうです。ちなみにこれ全開なんですけどね。あーでも楽しい。なんかでもこれ全開を続けるとモーターが焼けるそうです。これ今全開なんですけど、で3が標準の速度らしいので3でいきましょう。さあそんな感じでですね、これ船がまるでこう歩くような速度で進んでいくので、まあこの時間をですね持て余すのもなんなので、インプレッションをさせていただこうかななんて思うんですけども、まあいいですね、こういうなんかこう静かな環境下でのですねインプレッションもなかなかいいんですけども、今回のツーリングで使っている YZF-R25 なんですけども、実は今日初めて有料道路に乗ったんですね。でまず最初に今奈良市運転期間中なんですよ。で奈良市も兼ねてきてるんですけども、奈良市運転をしながらで思うこととしては、あれ8400回転が奈良市運転なんですね。でまあ一応8000回転以下で走ろうって思うんですけど、もう12分に走るんですよね。だから例えば有料道路、それもまっすぐなところ、湾岸線とかアクアラインみたいなところでもですね、だいたい6000から7000ぐらい回せばもう法定速度で走れちゃうんですよね。それこそ80キロとかで、今その街の流れというかみんなの平均速度もそういうスピードが多いので、もう奈良市運転が一生続くのって思わせるぐらい、の速度というか、十分に奈良市運転で気を使うような感じではないっていうんですかね。普通に使っていただければ奈良市になるっていう説明をよくするんですけど、まんまその通りですね、普通に使っていただければ奈良市運転になるというふうに感じました。そしてですね、気になる高速道路での走行性能というかどうなのかというところなんですけども、高速道路はまずいいところとして感じるのはですね、もうパワーが12分ですね。だから 250cc しか所有できない方って結構いらっしゃると思うんですよ。どうしてもその 250cc の車検がないっていうルールの中で持っていなくちゃいけない、そういった方にとってみればですね、もうこんなにパワーあんのって言わせるぐらいの力があるっていう表現がいいですかね。今まで数々の 250cc に乗ってきましたけども、もうこんなに力があるのかと思わせるような、このモーターボートのモーターとはもう反比例するようなですね、ものすごい高性能ですね。なんか高性能なだけじゃなくてドラマがあるというか、エンジンのその吹け上がりとか走行の加速フィールにですね、なんかこう興奮させるようなものがすごく入ってて、かつ、低振動ですね、すごくそういったところを含めて考えると、もう 250cc これでいきなり若い方とかスタートできるって、もう本当に幸せなことだなと思わせるような、そんな走りですね。さあ本日のメインの一つのですね、立ち木に到着しました。ここはですね、あのダム湖なんですけども、見てください、この独特の雰囲気というか寂れた感じですね。すごくですね、何かよくわからないけど押し寄せてくるものがありますね。このゆっくりとした船の動きとですね、そして静かな場所、そして本来であれば実は鉄橋があるんですけども、残念ながらですね、鉄橋の方は新しく塗り直されてしまったようで、
ノスタルジー感あふれる鉄橋ではなくなってしまってはいるんですけども、ただこの静かに佇む木々たちがですね、私たちをですね、不思議な感覚へと誘ってくれますね。今ですね、片倉ダムの立ち木のところ、だいたい船で30分ぐらい走りました。で、歩くようなスピードの船なんですけど、なんかそれがまた時を忘れさせて面白いですね。これもいきなり誰でも操縦できますから、すごい簡単なんで。で、この後はですね、また戻ってですね、船着き場に戻って次のスポットに向かってみたいと思います。食べに行こうと思ってるんですけど、途中で素晴らしいものを見つけました。見てください、この朽ち果て加減というか、これすごい絶妙なんですけども、まずこの鋲の錆、全体的にこうリベットが打ってあって、そこから錆びてるというのはですね、いかにも時代を感じるんですよね。そしてさらにこう下回りもすごく魅力的で、タイヤに絡みつくツタをまず見てほしいんですよ。これどういう意味があるかっていうと、もう土に帰ろうとして地面がですね、彼を飲み込もうとしている最中なんですね。そしてさらにこの車自体はまだ形を保っているかろうじて、そこもですね、もうゾクゾクしますね。特にこのウィンドウのですね、ところにこう三角形というか、ギターのピックのような形をしたあの金具がついてると思うんですけども、こんなの今見ないですよね。こういうところとかですね、あとあの絶妙なテール周りの猫背加減、そしてリアフェンダーのアーチ見てください。丸いわけじゃなくて若干被ってるんですよね。この辺がですね、もう本当にこのバスが現役で動いてた頃にいかにおしゃれでイケていたかっていうのをですね、こういうところから見ることができるんですね。そしてこれよーく見ると屋根も少し抜けてるんですよ。だからもう雨風の侵入をついにこう許してしまったというか、そういったところもですね、もうこれがずっとこのまま見続けることはできない、いつかもう朽ち果ててダメになってしまうだろうっていうところもですね、すごく予感させてですね、なんかこうゾクッときますよね。
ここはですね、灯籠坂大使の切通しトンネルというトンネルになってます。すごい不思議なところで、ちょっと見てください。これとても高いですね。天井というかてっぺんというか、今回のノスタルジックツーリングはここが最後のゴールということになってくるんですけども、今回のノスタルジックツーリングはいかがだったでしょうか。ノスタルジックツーリングはですね、皆さんにお伝えしたいことがやっぱりいくつかあるんですけども、一つはですね、こう過去、例えば人々が暮らしていたりとか、すごく流行ったものとか栄えていたところ、そこのですね、歴史というか、そういったものがですね、当然そこから人が離れたりとか、こう忘れ去られていって廃れていってしまう、そういったところがですね、いまだに放置されていて現代に残っている。そしてそれはですね、その時間の流れというものをですね、私たちにですね、目で見せてくれるんですね。それをオートバイを使って巡っていく、そういうですね、少し大人向けのコンテンツにはなってるんじゃないかなと思うんですけども、時間の流れを目で見えるってすごいことですよね。それがまず一つです。で、もう一つはですね、やはり遊びというのはですね、思い切りやるから面白いんですよね。で、子供の頃とかはもう思い切り遊んだと思うんですけど、大人になってからですね、なかなかそういったことが、つい翌日のことを考えてしまう、つい帰りの渋滞のことを考えてしまう、そういうような形でですね、どんどん楽しくなくなってって型にとらわれてしまう、そういったことをですね、もう一度リセットして、思い切りもう一度遊ぶことによって、本当に大切なものというか、翌日若干辛くてもですね、よりいい思い出になるんじゃないかと思いますので、そういったことがお伝えできればなと思います。それではですね、今回の旅はここでおしまいとなります。また次のノスタルジックツーリングでお会いしましょう。次回はどこでしょう。さよなら。